メッツの補正イグレシアス内野手34外異例の歌手デビューを果たした34歳のイグレシアスは愛称であるカンデリータの名前で歌手デビュー Spotify など各音楽プラットフォームでデビュー曲 OMG の配信が始まった28日日本時間29日には本拠シティフィールドでのアストロズ戦後にライブが開かれ ファンやチームメイトらが見守る中、グラウンドでマイクを握り、OMG を披露。OMG と書かれたボードを手にする選手やライブの様子をスマートフォンに収める選手も見られ、大盛り上がりとなった。イグレシアスは今季、メッツとマイナー契約を結び、5月末にメジャー昇格を勝ち取ると、OMG を登場曲として使用。明るい曲調ですぐにチームメイトに受け入れられ、 メッツの選手がホームランを打つたびに流れるほか、勝利後にもクラブハウスで流されているという。イグレシアスが合流後、チームは好調が続いており、ライブを開催した28日まで17勝6敗と大きく勝ち越している。イグレシアス自身もライブから一夜明けた29日、同30日のアストロズ戦で3安打を放つなど、ここまで40打数17安打、打率、 425と驚異的な成績を残しているイグレシアスといえば2021年にエンゼルスでプレー大谷翔平現ドジャースが本塁打を放った際一番乗りで祝福するのが恒例となるなど大谷と王の仲良しとして知られている。